さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミヤサガです。今日のいいカーライフ動画はこちらの車です。三菱自動車の新しいデリカ D5 になります。このデリカ D5 ベースとなるシャーシはですね、もう2007年に出たもう D5 のものともずっと変わってないですね。なので今回のは正確に言うとマイナーチェンジ、ビッグマイナーチェンジと捉えていただくといいかと思います。とは言ってもこのフロントの内部にあるボディ骨格もちょっと補強したりして、フロント剛性を上げたりとか、サスペンション周りとかも、ちょっとフレッシュにして乗り心地が良くなるように、上質になるように、あとは後ろ周りとかも含めて静粛性とかを高めるべくの加工進化をさせたりしており、フルモデルチェンジにも匹敵するぐらいのことです。で、見た目で言ってもこの最近の三菱のデザイントレンドあるダイナミックシールドも採用してますし、これももう一つ三菱の最近の特徴ですね、縦型 LED ヘッドライトも採用してます。で、この D5 これです。これが追加になりました。これアーバンスタイルになります。で、今までの D5 はもうここが削られてますよね。で、そのモデルもノーマルとしてあります。アプローチアングル、デパーチャーアングルってデコボコ路をボディすらずに走れるようにっていう形でノーマルのデリカはここ削られてますけれども、あの都心部で走るんであればもうあんまそこ関係ないよねって、もうこの高さ十分、路面からのこの高さであのタイヤ止めとか縁石とかにはぶつからない高さも確保してますし、なのでその中で少しでもスタイリッシュにというところで仕上げているというのがこのアーバンスタイルになります。はい、後ろからのアーバンスタイルじゃない、アーバンギアです。アーバンギア全部やり直し、はい、すいません、僕間違えました。アーバンギアです。はい、一周するとこういう感じです。取り直さないですよ、アーバンスタイル、もう間違えちゃったんだからしょうがない。はい、これ気をつけた方がいいですけども、パワーゲート長押し、後ろが電動でもちろん開きます。もちろん後ろからも開けることできます。で、その時にこれだけ車から張り出すので、なのでちょっと電動で開ける時には本当後ろに注意した方がいいと思います。後ろに結構近くに止まってる車にぶつかっちゃったとか、壁とかにぶつかってこのドアの端のここが傷ついちゃったとか、そういうのがありがちなので、で閉める時は、はい、こちらのボタンで閉めることはもちろん可能です、電動で。で、これ今3列目シート、結構十分座れますよ、3列目シート。ちょっとこれ倒してみましょうか。じゃあこちら行きますか。よいしょ、シートまず倒します。そして、これわかります?三角形マーク。ここまでシートのフレームを持ってきてくださいっていうマークです。なのでそこになるように、前後スライドがここにあるので、引いた状態でググ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 グと持ってきて場所を合わせます。これで場所が合いました。で、これで OK。で、ガチッとロックされたので、そしたらこれです。これをガチャンと引いて、そっからロック解除されたら一気に上に。あ、重い、やばい、片手じゃできない、膝使わせてもらおう。はい、で、これよいしょ、外します。で、これをよいしょ、重いよ、こっちよいしょ、ここにガチャンと。これ女性ですとちょっと苦労する重さかもしれないですね。で、引っ張ってパチッとベルクロはめて、はい、で最後倒す。これで完成。後ろから見ると、はい、こういう風になりました。息が切れました。はい、跳ね上げ式です。片手で簡単にできるボクシーとかノアとかと比べるとちょっと昔ながらですね。で、それをやってしまうとここです、倒れなくなっちゃいます。2列目シートが、リクライニングが3列目シートをつく、張り上げ、跳ね上げてしまうと。なので、まあ普段は3列目は先ほどみたいに使用しておくパターンですかね。で、なんでこういう形状、今最近は
跳ね上げ式かもしくは、床下に収納タイプですけど、床下収納はなかなか難しいですね。なぜなら厚みがあるからです。このシート広いんですよ。3列目の方が2列目よりも快適じゃないかなっていうぐらい広いんですよ、もう。で、ヘッドレストを上げたら、シートバックもほぼ、結構、3列目のシートの中には結構十分高さもある方です。まあ、それでも肩よりは低いですけれども、まあ、でも膝元も広いですし、ドリンクホルダーここにあったりとか、結構快適にも座っていることができます。まあ、そういうシートで、さらに乗り心地も考えて、だからここが厚くなってますので、まあ、そういうのを踏まえると、こういう跳ね上げ式で厚みが出てしまってというのも床下収納しづらいねっていうのもあります。まあこのあたりが車作りの難しいとこですね。何を優先するか、パッケージ効率なのか、乗員の快適性なのか、まあそういったあたりですよね。はい。でももうちょっとこれ軽くなってくれると嬉しいかと思います。じゃあ、はい、戻します。これでシート戻せました。これ子供を一人でやらせると結構なんか手挟んだりとかちょっと怖そうですね。そのぐらい重たいです。で、今シート立ち上げたいですけど片手ではできないですね。ちょっとお貸してください。よいしょ。いやいい、はい、シートを倒しました。起こしました。これで完了。あとはシートの前後スライド、はい、合わせて、これで先ほどの状態です。はい、ヘッドレスト、はい、ちなみに、はい、ルームランプ後ろについてます。フックとかももちろんついております。よいしょ、はい、こういうフックとかもついております。そして後席2列目は、はい、こんな感じです。はい、ちょっと光っちゃってますけれども、これアウトランダーの時から始まりましたよね。あのダイヤモンドステッチ型のこのシート、これ結構質感高いですよね。はい、ちょっと乗り込みましょう。乗り込む前に、そうこれです。これ結構床面がちょうど、わかります？僕のこの膝とあまり高さ変わらないぐらいです。やっぱこれは、D5 の特徴としてもうしょうがないですね。この床面が高いって、乗り降りにちょっと苦労しますけれども、もうこの D5 はその分何が得られるかって、この最低地上高がとっても高いんですよ。最低地上高、僕のすねの中央ぐらいですよ。めちゃくちゃ最低地上高があるので、荒れた道とかも走れてしまうミニバンとして、しかも剛性もバチッと高めておりますし、シャーシもよれないですし、もう片輪が浮くぐらいのデコボコ道もぐぐぐぐ走れてしまうというのが、やっぱこの、デリカ D5 の特徴でもあります。さあ2列目乗りました。僕の今これ運転姿勢に、合わせました、先ほど。はい、で膝元はまあミニバンとして十分広いですよ。もうお尻ピタッとじゃなくて、お尻ダラッとかけたとしてももうこんだけ広いです。で足元もちゃんと、シート下に足が入るので、まあそういった意味でもとても楽ですね。はい、でどのぐらいダラッと座って膝元このぐらい余裕あるかって、こんな感じでダラッとしてます。まあそれでももう十分楽勝ですね。まあしっかり座ってた方が、まあ体には疲れにくいかもしれないですけども、はい、まあどういうような形ももちろんで、肘掛けとかもあって、これ高さ調整ができます。肘掛けもちょっと上げるとか、なのでリクライニングを高くした時にもいつも絶えずあの肘掛けは水平を保てるとか、そういった加工にもなっております。はい、これは、はい、100ボルト電源がついております。はい、ここ携帯入れ、小物入れ、まあそういうのも両脇シートのところにもついています。まあこういった加工も特徴的ですね。はい、閉めると、でエアコンの吹き出し口がありますし、はい、エアコンのリアのエアコンのコントロールユニットはここにあります。クーラー、ヒーターで、ここもそうですし、こちらもそうですし、アンビエントライト、ここの中が光ったりとか、そういうのもオプションで選べたりもあります。運転席もステップとしてはもちろん地上高を確保するべくで、ちょっと、乗り込みとしてはなんか SUV に乗り込むような印象ですかね。高さ的にももうエンジンかけちゃいます。
はい、エンジンのスタートボタン、ディーゼル音こんな感じです。ちょっと、はい、ドア開けるとやっぱ相当音はしますね。でもドアを閉めると静粛性を高めているので、うん、まあこのぐらいであれば僕は全然気にならないですけど、ディーゼル音も。でまあ走ってる最中はもう走行音とかロードノイズの方が大きいですし、基本止まってる時はアイドルストップしますので、まあそれほどディーゼルの音っていうのは気にならないのかなと思います。このあたりがピアノ調ブラックの内装にも変わっておりますし、これセンターモニターはとっても大きくなって、このあたりはいいですよね、使いやすくなってきております。なんかアウトランダーとも共有するような形ですかね。でこのセンター部分の表示は、はい、このボタンで、変わったりもします。ちなみに今燃費 13.1、 おお、今その前に燃料ちょっと減ってますけど910キロも走れてしまう、これ魅力的ですね。まあディーゼルならではですね。運転席周りはまあさらに言うと、こういう水平基調でなるべくこういったところを整えてあげて、路面のに対してその車の傾きがどうなっているのかっていうのが分かりやすいようにして、ラフロードを走りやすくするっていうのも特徴的にやって大事にしておりますね、三菱は。はい、で USB、 こちらに ETC があります。これ小物入れです。ここも小物入れです。ここも小物入れです。小物入れボックスですね。でドリンクホルダーがあり、シートヒーター、ここにスイッチがあります。この鍵、デリカ買われる方、 D5 買われる方はこれ結構使い勝手いいですよ。僕 D5 買うんであればこれはつけるなと、オプションでつけるなと思います。これエンジンスターターです。リモコン式です。まあ冬とか車乗る時にもうエンジンを温めておきたいとか、車内を温めておきたいとか、まあそういった、まあ雪国とかですと昔からありますけれども、その遠くから外からでもエンジンをかけれるっていうのも一つなんですけど、それ以外の機能です。僕がちょっとおすすめしているのはちょっと紹介したいと思います。これちょっとベーシックなので言うと、これまず鍵をロックしますよね。例えば今鍵をロックしました。なのでドアミラーが畳まれました。この状態で例えばこのエンジンリモートは、スターターは一番下のこの鍵マークがありますけど、ファンクションの鍵マーク、これを長押しをします。この状態でエンジンの真ん中スタートボタンを押します。そうするとエンジンかかります。エンジン止めるのも一番下を長押ししてキーを解除して、このファンクションキーを解除してストップボタンで止まります。こういうやり方でエンジンはコントロールできます。それ以外に一つは、今例えば鍵ロックされてますよね、このミラーが。順序で言うとちょっと面白いので先に開けちゃいます。例えば荷物周りをごちゃごちゃと触りながらとか、子供とかいろいろケアしながらとかで、まあ車降りるじゃないですか。降りてドア閉めるって、鍵閉める時ってこのドアが閉まるのずっと待ってないといけないですよね、鍵閉まるまで。だからまあこれをじれったく感じるせっかちな方向けのものです。まあ僕ほんとせっかちなので僕これ欲しいですけど、このアイテムをつけてあげるとこの機能もついてきます。二度押しします、これを。そうするとロック予約ができます。なので閉まれば勝手に何もせずともミラーが畳まれた、鍵がロックされます。これが一ついいところ。もう一つが、これ便利というか使いこなしたいなって思う方もいらっしゃると思います。例えばまあどっか買い物行って買いすぎちゃった、まあ買いすぎじゃなくてもいいな、もともと最初から買う予定でもいいですよね。買い物をして、あ、両手塞がりそうだなっていう時には、事前にこのキー一番下を軽くポチッと押してから、真ん中のボタン、スタートボタン、鍵が開くっていうボタンを今押しておきます。これで会場予約ができます。要は鍵を開ける予約ができました。今その状態で鍵何もしないですよ。そのまま車どんどん近づきます。勝手に鍵が開いてドアも開きます。これができるのが結構便利です。
この鍵が開くだけじゃなくてドアが開くのもいいですよね。でそうすると荷物を一切、床とかに置かずにそのまま荷物持ったままポンってリアシートに置いてここで整理始めたりとかもすればいいだけなので、これは結構おすすめですね、この会場予約、はい、さあデリカ D5 の撮影は細かいのできましたけれども、本当はここで今日 BMW の Z4 と850も乗る予定だったんですけども、明日と今日間違えました。結構これやっぱしっかり感ありますよね、こういった曲がり方を体験すると。やっぱフロント周りの剛性が上がったのと、やっぱダブルピニオン型のステアリングラックになったのはとても大きいと思いますね、効果として。このしっかり感高いですもん、今四駆じゃないですよね、四駆じゃなくてこれだけしっかり感で出るのは、前の方を比べた時に四駆で走ってるぐらいのドシッとした感じとか安定感とか手応えが肉でも得られてる感じです。しかもこういう滑らかな路面めちゃくちゃしなやかですよ。静かになりましたよ。でディーゼルの力強さもあって走りやすいですよね。ちょっと大きめの段差とかマンホールとか路面のつなぎ目工事現場跡になるとちょっとゴツゴツ動くのと、車が前側がやっぱふわふわする動きはあるのがちょっと街中の乗り心地では気になりますかね。ああやっぱフロントがちょっと動きますね、前がふわふわっていう、だ動きとしては首がちょっと動く方向の動きですかね。さあ今これでアイドルストップをしてここから再スタート、もうちょっと穏やかなのがいいんだよな。まあこの辺りは難しいとこですよね。あの目に見えてシフトショックが半端ないぞみたいなそういうのはもう今ないので、もうそもそもシフトショックとかなんかにそんな神経質じゃないよ俺はっていう人は何も僕が言ってることも気にしなくてもいいと思います。でもそういったところで滑らかさとかしっとり感とか変速ショックいつ変速したんだとかそういった感覚を求める方はちょっと発足の中でも少し気になるかもしれないですね。ディーゼルがあまりに力強すぎる感じで調整でちょっと苦労してるような印象は受けます。まあ、今アクアラインの上走ってますけれども、まあ、若干風横風もあるので四駆にするとこういった場面ではとってもバシッと走ってくれるので、さらに四駆ロックにすればあの高速領域でも四駆モードよりももっと積極的にリアにトルクをバシッとしましたもん。四駆ロックになるとステアリングも一緒に変わるのかな。でも後ろタイヤが駆動力が発揮しだして踏ん張り感イニシャルで負荷がかかりだしますので、その分でこれだから手応えが増してるんですかね。いやこの安定感すごいですよ、ロックでの四駆ロックモードのこれ、ハンドルとかであの横風とかでもそう簡単にブレない感じとかがもう体験としてはっきり分かりますね。やっぱ四駆オートにするだけでハンドルがスッとちょっと手応えが軽くなる感じですね。このセンター付近の手応えが軽くなる感じです。肉と四駆のモードでいうとそこまで大きく変わらないです。やっぱ変わるのは四駆ロックですよ。四駆ロックにするとバシッとしますね。面白いです。であのトンネルも入った当初は明るくまだ僕も映ってたと思いますけども、僕も暗くなっちゃいましたね。はい、しょうがないですね。あのやっぱ明るいところから突然暗いところとか暗いところから突然明るいところだと目の調整が大変なので、あのトンネルも工夫されてますね。最初のトンネル入り口の方は、昼間に関してはものすごく明るい状態であのライトアップもされていて、どん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 トンネルの深くになればなるほどもう照明の数自身が減っていくんですよ。で、あのオレンジ系の光ももう使わないとかで、まあ、減らしてって白系の照明を数少なくみたいな、まあそういういろいろなことを考えながら日本道路公団を、
道を作ってくれてますよね。はい。